はい、じゃあよろしくお願いします。はい、最中がナビラワッタースドーダンボクサラテーローヤイビンということで、うちの口で話させていただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。藤本先生が手を振っていただいてるんで、さっきからね、ようやく返してます。今日はですね、沖縄スリランカ交流授業ということで、次世代教育について語り合うということの中で、マインドフルネスで心の健康をどう保つのかといったことを皆さんと話していきたいと思ってます。で、今日の、参加者はですね、私含めて4名となっております。ディリープ・チャンドララール先生ですね。先生はシュルジャンカ出身で、1983年に日本におります。それで神戸大学を出られて、文学博士を取られて、沖縄大学に教授として長らく勤めておりまして、今沖縄スリランカ友好協会などを設立した後で、NPO 法人日本スリランカ次世代育成サポートという、組織を作ってですね、スリランカに学校を作ったりしてですね、新しい教育をやろうとなさっています。もう一人はウダヤギリ・ダンマシリ・テーローで、お若いんですけれども、今広島大学の博士課程にいらっしゃる方で、仏教学専攻で戒律の研究をなされているという話ですね。で、10歳から出家して僧侶として生活をスタートなされました。で、2015年にスリランカの国立大学を卒業して、日本語を学ばれた後に、2年間の教育機関というか、先生としてスリランカの高校と語学学校で教えられて、2017年に日本に来て大学院に入ってですね、いろいろ学ばれているということで、今日はいろいろ興味深い話が聞けると思って楽しみにしています。そして遠隔になりますけれども、サナット、マハウィタゲ、マハウィタナゲ先生ですね。お医者さんであるということで、スリランカのスリジャヤワルダナプラ大学の医学部を卒業されたというか、上級講師ということですね。で、マインドフルネス研究センターの、ディレクターをなさっています。人間の心とか、また栄養とかね、どういうふうにこう関係しているのか、ボディと、そういうメンタルのね、相関関係とかもいろいろ研究なされていると思うので、後でいろんなお話を伺うと思います。特にマインドフルネスの実践とか、そういったものに貢献なさっているということですね。で、一番奇妙なのは私だと思います。日本人でね、この僧侶の格好をしているということですけれども、私は1年間ほどですね、スリランカ、インドの方に行って、仏教の研究と宗教融合の研究をしてました。ヒンドゥー教と仏教がね、どういうふうに融合していったのかとか、日本の仏教とどう違うのかとか、そういったものをいろいろと学ばさせていただき、一応あちらで出家することになりまして、ダンモクサラというね、改名をいただいております。今日はですね、この4人でお話をするということになりますけれども、まず最初にチャンドラール先生がね、マインドフルネス全体のことを話す。そしてダンマシリ・テーローからはスリランカにおける瞑想のね、実態を話してきた。で、スリランカからのオンラインで、サナット先生には医師の立場からマインドフルネスを話していただくと。で、最後にマインドフルネス体験ワークショップということで、大役を使ってしまいまして、チャンドラール先生のね、ぜひともというものですから断りきれなくなりましてですね皆さん、ここに参加している皆さんの中では長らくマインドフル瞑想をやってられる方もいらっしゃると思います。私の場合は主にヴィパッサナーと、ね、サマタという、ね、瞑想だけではなくですね、密教的な瞑想も少し入れてアレンジしておりまして、ちょっと他の、瞑想の方法と変わってるかもしれませんが、私のやり方の一部をお見せしてですね、
参考になれば吸収していただければなと思いますし、逆に教えていただきたいなと思う次第です。では今日はまずマインドフルネスをね、なぜチャンドラール先生が今回の企画としてやり始めようとしたのかも含めてお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいま紹介を伝えました。チャンドラルラールです。今回、3回のシリーズで、今日は沖縄大学で、高橋シンプル、オンライン講座ですね、マインドフルネスについて、それで私のテーマはマインドフルネスの ちょっとミュートになってましたね。今、はい、マインドフルネスの概要を紹介しようと思います。今日の目的はこのウィズコロナ時代、あるいはポストコロナ時代に生きる皆さんにより良い生活を送るために必要な一つの考え方、ものの見方を提案することです。具体的に言えばマインドフルネスを紹介して、この新しい日常の中で、自ら考えていただく、ヒントを提供して、コロナ時代の思考、精神の行動へ、皆さんと一緒に歩んでいけるように学んでいきたいと思います。まずはじめに現代社会の働き方のに目を向けてみましょう。まあ、現代といってももう近代化になってから職場と家庭が分別して、効率よく働くようになって仕事の効率が上がったと思いますが、やはり人間の脳に過剰な負担をかけて、それがまたイライラする原因にもなっていると思います。そういうふうな社会の中で、今コロナ時代にまた職場の仕事を家庭に持ってきて仕事をこなすということになって、その昔の家庭の仕事と違って職場の仕事そのまま持ってきてやりますので、そこでいろんな葛藤が生じてまたストレスなどがたまる場合もあります。今回この脳科学者によると、今回のコロナ禍で再確認した一つのことですが、人間は環境の動物であること、環境というのはこの場合周りの環境も周りの環境とその中で、人々人間関係も含めての環境に私たちが左右されているということですね。外部の環境あるいは人間の関係によって内部の変化が生じて、つまり内部というのは私たちの心の中で、頭の中で、いろんな変化を生じる、それがストレスとかイライラとか忙しさによる、また自分のこなしたいことをできなくなっていろんな心配事とか、こういうふうにこれで悩んでしまうというのは、それで悩んでしまうだけではなくて精神的な病に取り掛かるのも私たち人間ですね。そういうふうな一つの場面、このイラストで表しています。英語ですが、ここに、二つの人物がいます。右側の
まあ、女性ですね、2人とも。右側の人がちょっと嫌な顔をしていますね。眉を潜めている、こういうふうな感じで、見えますが、これに対してこのもう一人の人がどういうふうに考えているのかというと、 I think she hates me、きっと彼女は私のことを嫌いだろうと言ってね、 She keeps frowning、彼女は眉を潜めているんじゃないか、What did I do?私は何をしたか、私は何も悪いことをしてないのに、この人は私のことをこういうふうに嫌いで言っていると、この人が考えています。しかし実は、この人が何を考えているのかというと、so hungry、非常にお腹が空いている。お腹が空いてから何か美味しいものを食べたいということで、そこで、彼女がイライラするか、嫌な顔をしているんですね。隣の人がそれは誤解して、自分のことに当てはめて考えているから、この悩みで悩んでいるんですね。こういうふうな人間というのは、歪んだ認識で物事を見ているんですね。彼女もこの人の考えが表にわからないので、こういうふうな認識で見ていて、それでいろんな問題が生じるということですね。はい。この歪んだ認識は、私たちが自分自身についてどのように考え、また他の人がどのように見ているのかを曇らします。自分についてどう考えるのかということも、他人が自分のことをどういうふうに見ているのかということも、この現実のままではなくて、歪んだ認識をという、そういうふうなフィルターを通して見ているので、現実は見えなくなりますね。それでイライラするんですね。そのイラつきを抑えるためにどうすればいいですか、解決はどこにあるのかと言えば、それは環境に左右されないように強い自分を作ることですね。このマインドフルネスで狙っているのはそういうふうな強い自分を作ることです。なぜ自分か、この周りの人がこういうふうに言っているのに、周りの人がこういうふうに行動しているのに、なぜ自分だけかという思われるかもしれないけど、やはり考えてみれば、このイライラする状況、あるいはストレスを作るのも自分自身ですね。ストレスというウイルスの繁殖時は自分です。だから自分の責任ですよ、これは。私たちいろんな歪んだ認識、あるいは錯覚を持っていますが、こういうふうな錯覚について事実を知って自分を整えておくこと、整えておくことで、不安のサイクルから解放されますね。私たちはさっきから言っているように、この悩み、いろんな不安、妄想を持っていて、それがだんだん強くなってきて、繰り返して頭の中でそういうふうなことを起こってしまったら、それはサイクルになってなかなか逃げられない状況なんですね。それにはその現実を理解することが必要ですね。その自分を強くする、あるいは心の活性化の道はマインドフルネスしかないと、非常にそれに影響のある一つの道として紹介したいんですね。そこでまず、あまり馴染んでない人もマインドフルネスという言葉に馴染んでない方もいらっしゃると思いますが、このマインドフルネスというのは何かということを、その言葉の意味を簡単に説明しようと思います。マインドフルという言葉、英語の言葉は意識が高い、注意深いという意味ですね。それの反対意味の言葉はマインドレスと言います。意識のない、もうぼんやりした形ですね。不注意、注意がほとんどないという、こういうふうな感じですね。人間は、本当は無意識にやることが多いんですね。私たち歩いていくこと、職場までとか学校まで歩いていくこととかも含めて、あるいは食べることなども意識、あまり意識しないで、
やっていることがほとんどですね。そうではなくて、もっと意識を高めて、注意深くそういうふうな行動を行いましょうということは、このマインドフルネスの考えですね。はい。何を意識するのか、何に注意するのかという、質問ですが、そこで、その前に考える必要がある問題があります。この私たちがコントロールできないものとコントロールできるものがあります。これをわきまえる必要があります。コントロールできないものというのは他人が何を言うのか、他人がどういうふうな行動をするのか、それが私たちはコントロールできない。それから自分のことでも過去を変えることはできない。過去をコントロールことはできない。過去に対する認識を変えることはできますけど、その過去自体は変えることはできない。同じように将来もコントロールできない。将来コントロールなら、今私たち世界中にいろんな問題かかっていますけど、こういうふうな問題は生じないんですね。コントロールできないからそういうふうな問題が出てきています。それから自然災害、津波など、地震なども、そういうふうなこともコントロールできないんですね。そこで、まず他人、周りの人のことを意識しないで、もう意識しないということは、ちょっと誤解しないでほしいですけど、他人に入りをしないということではないんですよ。他人のことをあまり意識しないで、自分の責任で自分のやることをやるという、そういうふうなことですね。こういうふうに、コントロールできないものがあって、そこで、何を意識するのか、何を注意するのかというと、コントロールできるものを意識するということ。だからほとんど世界の中でコントロールできないものがあって、コントロールできるものといえば何でしょうか。それは、自分ですね。自分の行動、自分の心の動き。それは自分でコントロールできるんですね。だから自己改善の出発点して、今日紹介したのは過去や将来について心配することをやめて、ひたすら現時点に焦点を当てること、今現時点に焦点を当てることですね。この現時点において一番大切なことは生きることです。生きること、その生きるために必要な最高の条件は健全な呼吸です。息をすることですね。この生きという言葉と生きるという言葉は偶然ではないんですよ。似ているのは生きと生きるが、これ辞書を調べてみてもその関連が分かりますね。その、呼吸に、注意して意識を高めるということ、私たち普通は意識しないで呼吸しますけど、長い、呼吸する場合もあれば短い呼吸する場合もあります。鼻で、空気を吸うこともあれば口で吸うこともあります。また口で流すんですね。こういうふうなこの、きれいな空気を入れて、また悪い空気を出すことによって悪いものを吐き出しますということにもつながると思いますが、この呼吸に集中することはもうちょっと高いレベルに行くと宇宙に集中することでもありますね。まあ日本語でもあうんの世界と言いますけど、仏教の考えでは宇宙というのは人間の中にあると、自分の中に宇宙があると、そういうふうに言われていますが、自分の集中することによって宇宙が見えてくるということですね。こういうふうに、一つの方法としては呼吸に、集中するということがあります。そのもう一つの理由はなぜ呼吸に集中するのかというと、いろんなものが世界にあるいろんなものが私たちに刺激を与えて感情を湧いてくるんですね。しかし呼吸というものはそういうふうなものではない。呼吸によって、呼吸はそういうふうな刺激にならない、感情などの、刺激にならないので、注意深く観察することができるということですね。はい。そこで、そういうふうに集中して、次に意識的のありのまま観察する
ということは大事ですね。観察することが非常に大事です。観察の対象は自分の感覚と行為です。感覚というと、見える、聞こえる、匂いがする、味わう、触れるなどですね。今私の手元に、ペンがあります。これを見たら、今度は触る、触れることができます。あるいは何か私たち、ここの私の手元に水があります。その水を見ると、今度はこれを味わう、おいしい水とかかもしれないけど、その味わうということですね。こういうふうないろんなことを一つ一つ段階として観察することですね。それから感覚と行為ですね。行為というときはだいたい身体的な行為と歩くとか走るとかそういうふうな行為と思うかもしれないけど、それだけではないんですね。心身的行為、つまり、心の行為もあります。心の行為というのは思考、感情、妄想などいろんな行為が私たち知らないうちに心がいろんなところに走っていろんなことをつかんで、いますので、そこはまた感情につながって、いい感情も悪い感情も生まれますね。こういうふうな感覚と行為を、それから反応、その感情生まれたらそれに対してまた 反応しますね。こういうふうな反応などはスローモーションで分解しながら観察する。一つ一つ段階的に、その行為などを、感覚と行為を、それぞれの段階で、観察するということ、こういうふうなこの2つが集中する、意識を高めることとこの観察するということは非常に、大事ですね。意識的に観察することはどういうふうな効果があるのかというと、こういうふうに観察すれば、不必要な思考が起こらない。私たちの頭の中にいろんな妄想ができますけど、必要じゃない思考が起こらない。それから悪質な感情が生まれない。それから妄想を抱かない。こういうふうな、いい結果になりますね。なぜそういうふうになるかというと、なぜならば思考、感情、妄想に気がつくからです。私たちなぜ怒りが現れるかというと、気がつかないから意識的に起こるではないんですよ。自分無意識に起こってしまいますね。それ意識すれば、この観察できれば、そこで気がつけば、そういうふうな悪い感情が生まれない、悪い思考が生まれない、生じないということですね。この気づきが非常に大事です。はい。そういうふうなことで、まとめると、2つの点ですね。今ここというところに、今ここに 100% 心を向けるトレーニングが必要です。それから気づき、この観察することによって、気がつくこと、その訓練は大切ですね。英語の文ですけど、 The journey into now is therefore the journey of a lifetime. だから今への旅は一生の旅です。この今への旅、もう将来についてではなくて、過去についてではなくて、今への旅、これは一生の旅になって、日本語のことわざで一期一会と言いますけど、この考え方はこの、マインドフルネスの元の考えから来ているんじゃないかと思いますけどね。それからもう一つは、Making the unconscious conscious is also a lifelong process. 無意識を意識に変えることも生涯のプロセスです。一遍で一瞬でできることではないんですよ。無意識を意識に変えること、トレーニングが必要です。その意識を訓練すれば、意識的に物事を見るということ、トレーニングすれば、そこは障害の一つの発展につながりますね。はい。それでこういうふうな心の活性化、
これはマインドフルネスといって、それが心の活性化になって、その効果は何かというと、自分を改善するとは、自分の感情、思考、反応を自分で選択することができるようになります。今私たち悩んでいるのは、いろんなトラブルを起こるのは、その自分の感情、思考、反応など、そういうような行動などは自分で選択できない。自分選択する前に無意識的に起こってくるということですね。それが自分でコントロールできるように、選択することができるようになれば、どんなに素晴らしいことか、そういうふうな状態に人間がなれるということですね。はい。もう一つは、そこで、新しい見方、新しい精神が生まれます。そういうふうに見ることによって、その新しい、見方のレンズを通して周りの環境や人々を見ていくこともできます。その時やはり今まであの人は自分のことを悪く思っていたとか、あの人は私のことを悪く言っていたとか、そういうふうなことに対してまた見方が変わってきます。こういうふうにマインドフルネスというのは自分も幸せになって、周りの人たちとの関係も幸せになって、周りの人たちも幸せになる、そういうふうな心の唱え方の、そういうふうな方法ですね。はい。そういうふうなことで、環境に左右されない自分を作ること、そのためには気づきが必要なので、その訓練していけば私たちはより良い生活を送れるようになるんじゃないかという提案で、私のお話をこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。全体像をね、簡潔にしかも分かりやすく話していただいたと思います。ちなみにチャンドラル先生は最近怒らないようになりましたか？そうですね、やっぱりマインドフルネスの成果。前からでしたけど、あまり怒らないんですよ。そうですね意識的に怒ることは時々ありますけどね。ああ、そうですか。怒るふりするんですね。ふりをするんです思ったよりちょっと早く終わったんですけれども、フロアの方で1人か2人ぐらい、今回の今の発表についてお話ししたいとかいうことありませんか？挙手の上発言いただければチャンドラル先生がお答えすると思います。大丈夫ですか？はい。じゃあ、楽しみは後に取っておきましょう。では次は、ダンマシリ定論のお話に移っていきたいと思います。よろしいですか？見えますかね？見えます。はい。じゃあ、ダンマシリと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の、今日、スリランカ仏教によりマインドフルネスの活用について少し簡単に説明します。マインドフルネスとは何かっていうと、先のチャンドラル先生の話でもマインドフルネスについて、いろいろ情報も聞けたけど、私は、スリランカ的にマインドフルネスというのは何なのかっていうのをちょっと説明します。初期仏教ではこういう、マインドフルネスに関するいくつかの言葉があって、こういう有名な言葉を2ついつも見られます。サンマーサティとヨーニソーマナスイカール。という、この2つの言葉は、直接マインドフルネスという意味を表す言葉で、言葉的に意味だと、正しい考え方とか、正しい念という意味を表しています。
もっと簡単に説明すると、正しい考え方と正しい念というのは、失敗しないように集中して行動をすること。自分が何かやるときに、なるべく失敗しないように、そのやることをやりたいんだったら、集中してやらないと、それは、まあ、失敗する場合もあります。だから、集中してやるんだ、やるときは、失敗する恐れがね、失敗する可能性が低いです。次は、マインドフルネスの働き。マインドフルネスは、どのように働いていますかということについて少し説明すると、清らかになるために、清らかになるためにというと、まあ、この言葉だけでは理解できない、分かりにくいかもしれないけど、もう少し先で、清らかについても、この清らかになるためにという言葉について説明しますので、次は、まあ、悩みとか悲しみとかをなくすためにも、このマインドフルネスを使います。次は身体的と、精神的な病気などを防ぐためにもマインドフルネスを使うことができます。次見てください。マインドフルネスの歴史、スリランカでは結構前からこのマインドフルネスという言葉ではなかったけど、一応マインドフルネスは使ってました。まあ、仏教の中でも、初期仏教の中でも、この心の清らかさっていうのを大事にしてます。まあ、みんな聞いたことある有名なパーリの、経典もあるけど、ブッダがいつも、どのブッダも同じ教えを教えてるんです。それは、すべての行為を、悪行をやめることと、すべての良いことを行うことと、することと、清らかな心を持つこと。その三つの中で、一番最後に清らかな心を持つというのは、このマインドフルネスのこと。集中することです。で、次は中世時代にも僧侶の義務教育の中にマインドフルネスが入ってました。私が研究関係で中世時代の戒律とかについてもちょっと研究してますので、その中でもこのマインドフルネスという言葉があって、一応マインドフルネスその時もお坊さんの義務教育になっていたというのが分かりました。次は歴史には関係ないけど、今のお寺でも、今スリランカのお寺でも、このマインドフルネスというのをお坊さんの教育の中の一つとなっています。ここでは私、スリランカのお寺の日常生活のお坊さんがスリランカのお寺に住んでいるときに、日常生活でどのような活動をしてますかというのをちょっと説明したいです。最初、掃除と勉強と瞑想と社会活動。この4つは主にやっています。この中で、マインドフルネスに何を関連しているかというと、この2つが、掃除と瞑想が、このマインドフルネスに関連しています。外的な清らかさと、内的な清らかさって私がここに書いてますけど、その外的な清らかさっていうのは掃除と片付けです。スリランカのお坊さんだと朝起きて、まあ明るくなるまでは家の中で自分の勉強をして、明るくなるとちょうどお坊さんたちがみんな庭に入ります。庭に入って庭の掃除をし始めます。庭の掃除からあと家の掃除までも行って、その後そのお坊さんの日、その一日の活動が始まります。スタートします。で、清らかさっていうのは
お坊さんの生活にもちろんあるもので、自分がきれいになることと周りをきれいにすることは一番大事です。自分がきれいになるっていうと、髪の毛を切ったりひげを剃ったり、まあ、シャワー浴びたり、自分が着るものとかを洗ったり、そういうことです。で、周りをきれいにするというのは、自分が住んでる部屋をきれいにしたり、自分が住んでる家をきれいにしたり、庭をきれいにしたり、そういう行動です。で、このきれいにすることで、掃除すると、片付けると、その周りを見ると、自分の心の集中力が高めます。なんか、きれいな周り、きれいな部屋に住んでると、きれいな家に住んでると、ちゃんと掃除している庭に入ると、心が落ち着いて集中することができます。身の回りのものが少なくなると集中力が高める。お坊さんというのは、使うものが本当に少ないんです。スリランカのお坊さんだと、衣しか他の着るものは着ないんです。そうすると、そういう場合は、一般人だと、今日何を着るか、明日何を着るか、結婚式に何を着るか、そういうふうに自分が着るものについて悩むところが多いです。で、僧侶の場合は、衣しか着てないので、このチーバルしか着ないので、悩むところがないです。まあ、服に関する悩みなどが全くないです。それもマインドフルネスに関連する、まあ、集中力を高める一つのことです。次は、多数のものと触れるより少数のものと触れること。自分が使うものが多くなると、自分が忙しくなります。なんか一つのことをするために、いくつかのものを使うと、そこで悩みが始まります。悩みが出てきます。というのは、車が2台持っていると、どこか出ようとしたら、どの車を使うかっていうのをちょっと悩みます。なんか、携帯2つ持ってると、どの携帯を使うかっていうのを、そこでは悩みが出てきます。だから、多数のものを使うと、マインドフルネスと反対です。反対というのは、多数のものを使うと、自分の心の働きが忙しくなって、もう悩みがそこから始まりますので、少数のものと触れると、なるべく自分が使うものを少なくして、まあ、悩むところとか、考えるところとかを少なくすると、あそこではマインドフルネスが出てきます。次はちょっとこの写真入れましたけど、この写真を見るとなんか片付けてない、ちゃんとしてない糸がいっぱい、ここに布がいろんなものが入ってます。で、何か取りたいときには何を取るか、どれを取れるかというのをちょっと悩んだり、ちゃんとそれを取れるかというのもちょっと判断できない。なぜかというと、これは片付けてないので、自分の決定は早く決定することはできないんです。次は、これを見てください。同じ写真、前の写真にあったもの、同じものをここにもあります。これはちゃんと片付けてます。こういう場合は、悩む場合とか悩むことは少ないし、自分が取りたいものを早く決まる、決定することができます。決まることができます。だから片付けるというのはマインドフルネスの、スリランカ的なマインドフルネスの一つです。これも前と同じ写真です。上と下同じ場所だけど、上はなんかめちゃくちゃになってる、汚れてる部屋です。散らかってる。まあ、服もいろんなところにあるし、いろんなものがいろんなところにあるし、ベッドの上にいろんなものがあるし、まあ、机に座れないぐらいいろんなものを置いてるし、こういう部屋に入ったら、まあ、
自分の部屋でもこういう、まあ、上の状態になっている場合だと、なんか取ろうと部屋に入ったら何を取りに来たかっていうのも忘れてしまいます。なんか取ろうとしたらそれはどこにあるかっていうのも早く思い出すことができないんです。なぜかというと、もう片付けてないから。片付けてる部屋だと、なんか下の写真のように、はい、入ったら心が落ち着いて、自分が何のために入ったかっていうのも忘れないように、まあ、ちゃんと片付けてます。次は内的な清らかさ。内的な清らかさっていうのは自分の心の清らかさです。心の清らかさのために瞑想を、まあ、仏教では瞑想を紹介されています。瞑想も大きな2つの種類に分けられて、サマタとヴィパッサナーというこの2つがあります。この中でマインドフルネスに直接関係があるのはこのサマタという瞑想です。サマタの中でも様々な瞑想の種類があって、まあ、特にサマタは集中力を高めるためにある瞑想です。まあ、みんな知ってる呼吸に関する瞑想も、まあ、多くの人が知ってる瞑想で、次は慈悲の瞑想です。まあ、特にここでこの瞑想2種類2つしか挙げていないけど、これを見てください。慈悲をかける方法。慈悲の瞑想っていうのは、自分の心から他人に、まずは自分に対する慈悲の心を持つこと、自分に愛することです。自分のために自分の将来を良くなるように祈ることです。慈悲というのは愛することと思ってください。そうすると、自分は自分に最初、まず自分が自分に愛しないと、自分のために祈らないといけないんです。自分の悲しみがなくなるように、自分が元気になるように、自分が幸せになるように、いつも祈ると、自分の幸福が、まあ、やってきます。なぜかというと、いつも自分の心の中で、それを考えていると、いつも集中してそれを考えていると、いつの間にか自分がその自分のために働くことを始まります。自分のためにいろんな行動をします。そうすると、いつの間にか自分のために幸福がやってきます。慈悲では、自分のためだけでなく、こういうふうに自分が大好きな人、自分が大好きな人のためにも祈らないといけないんです。あとは自分が好きな人、大好きでもない人は好きな人。次は自分の知り合い。知り合いというのは自分が大好きな人でもなく、自分が好きな人でもなく、知り合いです。知り合いの後、周りの人。周りの人というのは、私が大好きな人もいるし、好きな人もいるし、私の知り合いもいます。その後は周りの人です。次は自分が住んでいる村の人々。その後は自分が住んでいる町の人々。その後は自分が住んでいる地域の人々。このように自分が住んでいる村、町、地域、こういうところに住んでいる人々に慈悲の心を持って、さっき述べたようなこの段階で、この段階でいつも心の中で考えないといけないんです。そういうふうにすると、次見てください。ここ敵が入ってます。この村、町、地域の後は敵。仏教というのは自分が好きな人だけでなく自分が嫌いな人にも愛する宗教で、自分が嫌いな人のためにも祈るもので、この慈悲では、慈悲の瞑想では
敵のためにも祈ります。敵というのは自分が、まあ、好きな人ではないけど自分が嫌いな人であっても人間だから、人間だからその人間はその人間の悲しみとか苦しみとかなくなる、なくなってその人は元気になって幸せになるために祈らないといけないんです。次は全ての生き物に対するこの慈悲の瞑想。全ての生き物というとこの全世界にいる全ての生き物、人間だけでなく動物、まあ自分が家で飼っているペットでも、まあ猫であっても犬であっても、その生き物の全ての生き物に対する慈悲の心を持つことは大事です。それはこの慈悲の瞑想っていうのはその自分からスタートして全世界の生き物に対する慈悲の心を伝える、慈悲の気持ちを伝えるというのは慈悲の瞑想のやり方です。で、目的はマインドフルネスで、これを何回も何回も繰り返すとこういう結果になります。慈悲の瞑想を何回も何回も繰り返す人だったら、それを練習する人だったら問題なく寝れるし、だらけなく起きれることができます。その問題なく寝れるっていうのは、ある人は10時に寝ようと思ってベッドに入っても11時12時までも眠くならないんです。ベッドの上で待ってます。それはまあなんか10時に寝ようとしてもなかなか眠くならない。だからこの慈悲の瞑想を練習すると、自分が寝ようとしてベッドに入ると、まあその時間にちゃんと寝れます。だらけなく起きれるというのは、朝6時に起きようと思って目覚ましを設定する。そうしても6時に目覚ましが鳴ると、ああ嫌だなという思う感じで起きます。目覚ましが嫌だなと思う感じで起きます。それはだらけた感じです。で、だらけなく起きれるというのは、自分が起きたい時間を決めて目覚ましを設定しなくても、自分が起きたい時間を決めて寝るとこの時間に起きますという強い気持ちで思って寝ると、ちゃんとその時間に起きれるんです。次は人間関係が良くなります。慈悲の結果として人間関係が良くなるというのは、さっき言ったように自分からスタートして、自分が大好きな人、好きな人、知り合い、周りの人、あと敵にも自分の慈悲の心を伝えて、最終的に全世界の生き物に対する自分の慈悲の心を伝えることで、自分が他人に対する慈悲の心を持っていると、他人も自分に対する慈悲の心を持つ人になります。それから自分が慈悲の心を持つことと ともに、他人も代わりに自分にその同じ気持ちで、他人の気持ちも自分の気持ちと同じ気持ちになって、ああ、あの人はいい人だ、いつもいい人だ、いつも笑顔でいる人だと考えるから、人間関係が良くなります。で、注意不足の事項や事件が防ぐ。注意不足っていうのは、マインドフルネスがないという意味です。マインドフルネスで、ちゃんと注意して自分が何かすると、事故や事件を起こす可能性は低いです。注意不足で何かしようとすると、何かすると、事故や事件が起こす可能性は高いです。だからマインドフルネスというのは、自分がマインドフルネスで何かをすると、事故とか事件が起こす、その恐れがないんです。次は病気を防ぐ。病気を防ぐっていうのは、まあ、みんな知ってると思うけど、心が悪くなるともちろん体も悪くなります。それはみんな知ってることで、なるべく自分の心がきれいにすることができれば、自分の心が
なるべく自分の心が集中して、いい気持ちで過ごすことができるんだったら、まあ、病気も防ぐことができます。それから、まあ、マインドフルネスの一つの働く結果として、この病気とかを防ぐ力もマインドフルネスが持ってます。次は怒りとか悩み、悲しみなどがなくなる。怒りというのは、いつも起こること。起こるというのは、何かするときに起こります。慈悲の心を持つと、怒る人も怒らない人になります。我慢する人になります。怒る何か起こっても、それで怒らない人になります。悩みとかも悲しみとかも、まあ、同時になくなります。前言ったように、悩みというのは、早く決定が、早く判断ができないということです。マインドフルネスがないと、自分が集中してないと、もちろん悩みが出てきます。で、自分が集中していると、悩みというのは少ないんです。悲しみとかも、まあ、慈悲の心を持つ人には、悲しみも、まあ、いつの間にかやってくるの、いつの間にかなくなっていくので、この怒り、悩み、悲しみというような、まあ、精神的な、まあ、これ病気とは言えないけど、精神的なこの悪いところがなくなってきます。これで以上です。ありがとうございました。マインドフル瞑想について、慈悲の瞑想とか、特にどうやってメンタルを変えていくのか、基本的なこととか、あと身近な掃除ですよね。それについてお話を伺いました。特に日本では今ね、断捨離とか、ブームになってますので、いらないものを捨てるっていうのは、自分の身の回りを片付け、判断力ならず、自分の心もきれいにするよということで、いろんな本もね、出てますよね。そういった意味では共通するものがあるかと思います。では、次はですね、サラットさんにお話を伺いたいと思います。よろしいですかね。通訳が入るんですね。サラット先生だからミュートにしてはダメですよ。うまくハウリングしないように、はい、訳してください。よろしくお願いします。ダンマセリさん、画面共有を。Dr. Sanat Mahavitanage, can you hear us? Yes, I can hear you very well. Can you also hear me well? Yes, yes, we can hear you. Yeah. Okay, so is it the time for me to start? Yes, right. Okay. Please go ahead. Okay, so most venerable Dhammasiri Thero and most venerable Sudo Thero, please permit me to start. Dhammasiri Sensei to Sudo Sensei, じゃあ私にお話し始めますのでよろしくお願いします。Good morning from Sri Lanka. おはようございます。スリランカからです。Yes. So before we start, I would like to do a small mindfulness practice so that we can continue to be mindful throughout the session. まず始める前に、少しこのマインドフルネスの、一つの方法を、実践していきたいと思います。それがずっと、この話の中で行き渡るので、それを考えてみたいです。So if you have headset, please wear so that we can do this easily. 皆さん音を聞こえるようにしてください。So this is called a Tibetan singing bowl, and we are going to do two activities using this. Tibetan singing bowl. Singing bowl.
Tibetan singing bowl、チベットのシンギングボールという、そういうふうな道具が今、Tibetan singing bowl.I can't hear you, Mr. Chandrasiri. I think your one is muted. Yes, okay. Right. So let's start. So first of all, I'm making a sound with a very high tone, and then that sound is a kind of a fading away sound.So your challenge is to continue to listen and catch the end of the sound. はい。今この、チベットのシンギングボールを使って、音を立てますが、私がその音を立てます。高い音を出しますけど、その高い音はだん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 低くなって薄くなっていきます。Sorry, what is the challenge at the end? To identify the cessation of the sound or the end of the sound. At what point it stops. Yeah, right. 最後に、その音を低くなっていきますけど、どの時点で終わるのかということを、最終的に、確認することは私たちの作業です。Let's start. はい。始めましょう。Okay, that stopped. So this is maybe 5 to 6, 7 micro meditation session. これは、まあ小さなマイクロ瞑想セッションですね。2、3秒で終わる、そういうふうなメディテーションセッションですね。はい。So now the other challenge, where I will be starting with a very low tone. I will be starting with a very low tone, and it slowly increases.And then it maintains. So your challenge is to identify the beginning of the sound and then continue to maintain your consciousness throughout the end. 今度は、次は一番低い音から始めます。一番低い音から始めてだんだん大きくなっていきますけど、どの時点で始まるのかということをちゃんと気がついて、そこからだんだんその音について観察してみてくださいということ。So let's start. はい。始めます。Right. So those are the two sessions, very micro meditation sessions, with which quickly you can gain the status of consciousness. この2つはマイクロメディテーションといって、一番、短いメディテーションセッションの2つで、自分の、意識を高める練習になります。You can practice this as much as possible, but you don't need to carry this type of big ball. But instead of that, if you are using any smartphones, you can download the app and then you can practice as much as possible. これは自分でも練習できます。まあ、こういうふうな金というかボールを持っていなくても、スマホを使って、音をダウンロードしてこの練習できます。If you really look at your mind, the most of the time you may see that mind is in the past or future and very little time in the present moment.
自分の心精神をゆっくり見ていくと、私たちの心はほとんど過去の方に行っているのか、あるいは将来の方に走っていくのかということに気がつくでしょう。現時点に、心が止まっているのはほんの少ししかないということを気がつくでしょう。Assume a situation where you get really angry and the thoughts are everywhere, it's going everywhere. 怒っている場面を考えてください。もう大変怒っているところでは、心が走っている、急速なスピードで、心が走っています。That type of mind is like this. You can see this glittering parts.Going everywhere and the liquid is so dark and cloudy. こういうふうな心は今見えるように、非常に、動いていて、何かその中身は非常に汚れているように見えます。Your thoughts are everywhere and you are not in a position to calm them down. 自分の考え、まあ、思考、いろんなところに走り回っています。散らばっています。静かにする余裕はありません。More you try to forcefully let them down, the more it gets agitated. 力強く、それを抑えようと思ったら、もっともっとエスカレートになってしまいます。But instead of doing that, you can stop shaking and then you can just watch what happens to these glittering particles. その代わりに、そういうふうに力強く強制的に止めるということをするよりも、ゆっくり、何が起こっているのかと、観察すれば、この光のように、見えてくるだろうね。You can see one by one, they get sedimented, and now the liquid is so crystal clear and beautiful. この、液体は非常に、きれいに、見える。一つ一つ段階で、ステップで、見ていくと、この液体が、きれいに見える状態になります。This is the mindful mind, so peaceful, so beautiful, and so happy. これは、mindfulness という、そういうふうな心です。非常に綺麗です。美しいです。非常に静かです。This is the unmindful mind, very dark, cloudy, and not happy. 逆に、これは、マインドフルでない、マインドレスの、そういうふうな状態、非常に、暗い、はっきり見えない、そういうふうな状態です。Even I can't show anger in my face because I had a 2 hours meditation session in the morning. 私が、怒って見せたいけど、それは見せられない。私は、もうメディテーションセッションが2つも終わっていますので、心が静かになっています。So, in order to make you shift your mind from that cloudy status to status like this, you did only two things. こういうふうに曇った心からこういうふうなきれいな心に移るまでの、それをそのためには2つのメディテーションが必要ということを分かるでしょう。You keep the bottle as steady as possible. That's number one. And number two is that you just watch the particles. この瓶を揺らがないように、安定しておくこと、これ一つですね。それからそういうふうな揺らがない、安定したボテルを、静かに観察することというこの二つのことですね。When you watch
without any opinion, any thought. It's called、opinionless observation.、この観察するときは、意見を持たずに、考えを持たずに、価値観を持たずに、このオピニオンレスというのは、自分の意見を持たずに、ただ観察するだけにしてください。The next time when you get angry, just observe those thoughts without any choice or opinion, and you yourself can see that this stream of thoughts slowly subsides. 今度、いつか起こるときは、そういうふうな、その起こるという状態をただただ観察してください。何も意見とか、価値、そういうふうな判断とか持たずに、ずっと観察していると、この意識の流れが、その思考の流れがだんだん消えていくのは見えるでしょう。That is where you will gain a skill to look at the things as they are.And they are not dragged by your own emotions. 自分の思考に、思考を絡まないで、そのまま、as they are, そのまま、ありのまま、現実を見ることの、練習になります。When you keep on practice of mindfulness, you will be able to gain this status.マインドフルネスを練習していけば、こういうふうな精神状態になることが可能です。So when you come to these stages, you still can be very happy even though there are so much of distractions in the outside or so much of difficulties that you are going through. これを練習しておけば、外の世界で、外の周りの環境では、いろんなトラブルが起こっていても、いろんな理不尽なことが起こっていても、そういうふうなことに絡まないで、自分を安定しておくことが可能です。Yeah, so with that, let me share you some of the fundamental benefits of practice of mindfulness. それで、このマインドフルネスを練習することによって、どのような効果があるのかということを、ちょっと見ていきましょう。Hope you can see my screen. これ見てください。You can see my slide, Professor Chandra. Yes, I saw it, but now it disappeared. Okay. 見ますか、we can't see now.、yeah, okay, now, okay, now, right, right we can okay, see. Right. Yeah. So what we did、at our university is we developed a secular program where individuals have to practice for a period of 8 weeks. And these are the basic steps.、これは大学で、自分の大学でやったことですが、Do the students practice it? Yes, the people、yeah. who are.、Yeah. Okay, yeah. 学生たちがこの8つの段階で、練習していきましょうということに、しました。And then we measure the stress at the beginning, before the program, and at the end of the program. これやってから、このプログラムが始まる前の時のストレスと、この練習やってからのストレスの状況をこういうふうに記録しました。So you can see here that the stress status is reduced by 28% at the end of the 8 weeks.この瞑想のこの8つの段階でやった時点で、その段階が終わるとこの 28% のストレスが減っていくということがこのデータで分かります。You yourself can experience it because after a meditation session, you will feel so happy. That is mainly because of the reduction of the status of the stress.
メディテーションセッションが終わった時点で、皆さんもこういうふうに自分のストレス状況が減っていくのことを体験できるでしょう。Not only that, Professor Richard Davidson has looked at the functional and structural changes of the mind when monks meditate. それだけではなくて、誰でした名前は、その研究者が、Could you please say the name of the Professor Richard Davidson. Professor Richard David Richard David 先生が、やった研究ですけど、お坊さんが瞑想した後、どういうふうな状態がどういうふうに変わるのか、心の状態がどういうふうに変わるのか測ってみたという、そういうふうな研究です。 So he has put these venerables into a functional MRI machine and then look at the structural changes in their brains. この MRI 審査を行って、この脳の中で構造的な変化が起こったことを証明しています。And he has presented his remarkable finding in a scientific journal. 科学的ジャーナルにおいて、こういうふうなその研究結果を発表されています。So what he has found is that these each green dot represents a venerable who has been meditating.この緑色のドットは、そのお坊さんがメディテーションしたお坊さんの脳の状態を表しています。So in the horizontal axis is the duration of the mindfulness practice. この下の数字は、横の数字は、瞑想の練習した時間を表していますね。In this, the vertical axis is the thickness of the left side of the brain. この縦の数字は脳の左側の状態を表していますね。What you can see here is that the with the increase of the duration of the practice, the thickness of the left frontal part of the brain increases. だんだん時間が経っていくとき、つまり練習の時間が長くなればなるほど、この右側の脳の thickness といったら日本語で何でした？厚さね、厚さ、厚さが減っていきますということがわかります。Now, this the brain, particularly the frontal area, controls almost all the higher order functions like thinking, memorizing, mathematical skills, etc. この状況が、この左の脳の左の状況が人間の脳の中のこの思考とか考える、それから数学的考えとか、そういうふうな状況に大変影響があります。 So therefore we found particularly students who are very weak in their studies when they keep on practicing mindfulness in a simple way they become good students, brilliant students. 最初にあまりマインドフルネスの練習、瞑想してない学生たちでも、長く練習していくと、彼らの脳の効率が高くなっていくのは見えます。We found that their memory is going up, their attention is going up, their focus is going up.They are becoming more flexible individuals, so they are highly respected from their societies, and their creativity is going up, and their super speed.
はい、こういうふうにいろんな能力が高くなっていくんですね。メモリ、記憶力が高くなって、注意力が高くなっていて、集中力が高くなっていて、柔軟に、フレキシブルですね、柔軟に行動する能力が高くなっていて、周りの人から尊敬されて、それからクリエイティビティ、創造性が高くなって自分の活動の速さも上がっていきますね。So now, with these scientific findings, we are in the process of introducing mindfulness into the university curriculum as well as school curriculum.こういうふうな科学的なデータをもとにして、私たちはスリランカで大学のカリキュラム、教育課程の中に、それから大学だけではなくて普通の一般学校のカリキュラム、教育課程の中に、マインドフルネスの、時間を、入れることに、できるようになりました。Very recently, we had a meetingwe have launched the implementation of introduction of mindfulness into school curriculum with the presence of His Excellency the Ministry of Education. 最近一番最近、スリランカの、文部大臣も参加して、このマインドフルネスのマインドフルネスを学校教育課程に、入れることを決定しました。And now we are in the process of preparing our proposal to the United Nations to declare a mindful day. 今私たち、国連に声かけています。今準備している段階ですけど、国連の中で、世界で、mindful day、mindful の日を定めるようにお願いする書類を作っている段階です。So we do all these things through our foundation, which is called Satipatthana Foundation, where the advisor and the founder is Most Venerable Uduwiriya Gama Dhammajiva Mahathero. こういうふうなことは私たちがこの組織があります。スリランカの言葉で Satipatthana と言いますが、マインドフルネス学校というそういうふうな意味ですけど、そういうふうな組織があって、それの指導者として一人の有名なお坊さんが、マインドフルネスの専門のお坊さんが指導者になっていますが、その組織を通してスリランカ中にこの活動を広げています。 Most Venerable Uduwiriya Gama Dhammajiva Mahathero lives in Nissarnavane Monastery, one of the most oldest deep forest monasteries in Sri Lanka. このウルイリアガマダムジーヴというこのお坊さんですけど、お坊さんの名前ですが、このお坊さんは森の中に、非常に森の奥に、住んでいます。 So our objective is to make Sri Lanka a mindful nation. Not only that, try our best to make the world a mindful nationWord. 私たちのビジョンはスリランカはマインドフル国家にすることです。それだけではなくて、世界がマインドフル世界になることを希望しています。 This is very easy. If each and every one of us started practicing mindfulness, it slowly becomes infectious and the entire world will be a better, better placeこれはそんな難しいことではないと私は思っています。まあ一人一人がみんな小さい段階からマインドフルネス練習していけば、それが広がって世界が良くなるだろうと思っています。 So before I wind up, I would like to offer you three easy steps with which you can master the practice of mindfulness.私の話を終える前に、マインドフルネスを練習するために、3つの方法を教えたいと思います。The first one, whatever the activity you do, it may be brushing your teeth, having a meal,
or talking to someone or taking a telephone call, whatever you do, do it mindfully. 一つは自分の行動、何でもいいです。歯磨くこと、ご飯を食べること、人と話すこと、電話すること、こういうふうな一つ一つ行為、すべてに対して、マインドフルネスを持って、行動するということですね。Try your best to avoid the mechanical way of acting or the autopilot. For example, while you are walking, don't think something else, but please be ensure that your mind is or you are fully conscious about your walking process. Mechanical way と言いましたが、機械的に、何をやるときでも何か機械的にやる。無意識的にやるという、そういうふうなことを避けてください。できるだけ意識的に行うようにしてください。In this way, you can find lot of time, ample time to practice mindfulness during the day. このようにすれば、別の時間設けなくても、日常の時間の中で自分がやることの中で、マインドフルネスを練習する時間は設かるでしょう。The second step is mindful walking. And this is a very powerful tool to practice mindfulness despite under any circumstance.もう一つの方法は、2番目の方法は、マインドフルネスウォーキング、マインドフル歩き方ね、歩くマインドフルネスね。これは誰でも練習できるもう一つの方法です。This is very simple. Find a walk path where you can walk at least 10 steps without any interruptions and just be mindful of your walking process.誰でもどこでもいいです。少なくても、そんなに邪魔がないように、1から10まで10ステップ、10歩歩けるような場所を探してください。The third one is the mindful sitting. That is where you need a little bit of instructions and training and guidance from a mindfulness practitioner. 3番目の方法は、mindful sitting.座るマインドフルネスですね。これは座って、瞑想するということですけど、これには少しこのマインドフルネスの専門家、指導者のガイデンス、指導が必要になります。Even for a beginner, if you do the first one and the second one, that will give you a lot of positive results.初心者のでも、もうこの最初のステップと2番目のステップぐらいやっても、非常にいい効果が出ます。So, to maintain your mind always in the present moment, using your body as an anchor is the universal human nature. 自分の体をこういうふうに整えて、しっかりしたポーズで、こういうふうに行動することを、人間の必要な条件ですね。Therefore, any human being, irrespective of their religion, irrespective of their nationals, irrespective of the countries where they are living, they can maintain their minds always in the present moment.これは宗教と関係なく、国と関係なく、民族と関係なく、世界中の誰でもこういうふうに心の活性化につながるこのマインドフルネスを実施することが可能です。So if you keep on practicing mindfulness, you yourself will see the remarkable change and the transformation that will happen in your life.皆さんも、このマインドフルネスの習慣を、続けて、いけば、非常に、優れた、結果、自分の中で味わうことが、できるようになります。Origin of this secular mindfulness practice is mainly from the Sattara Satipatthana Sutta uttered by the Buddha.今世界中に広がっている練習しているこのマインドフルネスという練習の始めは
これは仏教のブッダのサティパッターナというお経から始まったものです。The Buddha always said that come and experience. お釈迦様はいつも言ってたのは来てください、見てください、経験してくださいと、そういうふうにおっしゃっていました。So therefore, I would like to invite you to start practicing mindfulness and experience the true benefit of it. だから私もそれに従って皆さんに来てください、参加してくださいと、皆さん一緒にこのマインドフルネスの練習していきましょうという声かけたいんです。Thank you very much. ありがとうございます。はい、ありがとうございました。スーティー、ドクター、サナト。では、今までの流れを、ね、見返してみるとですね、チャンドラール先生がまずマインドフルネスの全体の流れを簡潔に示したという形になりましたね。で、次にダンマシェリさんが自分の体験も踏まえて掃除とか日常のことをすることでマインドフルネスに結びつける、そして慈しみ慈悲の瞑想でいろんな人をいたわることによって行動を変えていくといったお話をしたと思います。で、最後にサナット先生からはですね、科学的な根拠も示しながら脳がどうやって変わっていくのかも含めて、実際最初はシンキングボールを使ったりして、実演をしていただいたりとか、あとはあれですよね、水はクリアになる姿とかね、自分の心と照らし合わせるように瞑想するんだよといった簡単な実演をしていただき、それを科学的に、しかも今の大学の、中で、教育で取り入れているというような流れを見せていただきました。で、私も一応ですね、ゼミ生に追われて一応、時々瞑想はします。で、なんか違った感覚というかね、こんな体の使い方があるというか、こんな意識の、ね、使い方があるんだというのは非常に、初めて体験するという方も多かったと思います。ちょっとミュート入れてください。いいですか。はい。で、そういう中で、実際ね、このマインドフルネス瞑想をどうするのかといった話とかね、あと宗教色を絡めすぎると大学の講義では使いにくいというのが沖縄の中でもありまして、ここら辺をどうするのかって課題もありますけれども、今日はできる範囲で、ちょっとそういったものをね実践してみようかなと思ってます。で、ちょっと今日用意した私のレジュメというのが仏教色も非常に入れてあるので、この中で使えるものは使っていただければなという部分と、あとですね、先ほどの、サナット先生のおっしゃった通りですね、マインドフルネスよりもマインドワンダリングの方がね、時間が長い、ある研究者によれば人間が 1日あたり 80% ぐらいがマインドワンダリングであって2割ぐらいしかマインドフルネスではない。だから過去か未来に生きてるか他のところで生きてるって話になりますよね。で、こういったものを変えていくにはどうしたらいいのかといったことでマインドフルネス瞑想っていうのが今広まりつつあると思います。で、先ほどチベットのねこのね、ベルですけどね、こういうのを使って音が消えたり、ね、出ていったり消えたりするのをこう瞑想するとか、もしくはよくあるのがね、今ちょっとね手元にあるのが、皆さんも喉乾いたでしょうから飲んできたときってちょうどこれ特にダンマシリーテロはね瞑想しながら飲むんですかねこれね味わいながらとかどうですか普段は。はい、ミュート解除してくださいじゃあ、はい、スリランカでは多分須藤さんも経験し体験したと思うけど、食べる前にダーナをいただく前になんかこのダーナを食べるのは何のためかっていうのを何だかな言いますよね。なんか口で言ってそれを頭の中で考えますよね。なんかこのダーナはこのため、
自分の体のためではなく生きているためにこれを食べますとか、これはまあハンサムになるためではなく、人のために働くために、人のために働く力を得るためにこれを食べますという、そのそれを口で言いながら目を閉じて頭の中で考える。でこの中にはこういう力が入ってるけど、この力は私が使って人のために働きますという、そういう気持ちで、それその前に食べる前にそれを言ってから食べるので、あれも一応マインドフルネスです。まあ日本ではあんまりダーナっていう形もらってないけど、どこか行ってまあ食べたり、まあ、してるけど、一応仏教の中でも食の量を知ってくださいという、自分が食べる食べ物をどういうものを食べるか、どれぐらい食べるかっていうのを管理して食べなさいという教え、お釈迦様が教えています。それも一応、まあ、マインドフルネスに当たる関連することだと思います。日本ではね、ありがとうといただきますということがね、必ずこう教育の現場で使うようにして、ある意味マインドフルネス の形になるようなものがね、ちゃんと取り入れられているのは事実なんですけども、まあ、これは形式化している部分もあるんですよね。で、まあ、今なぜマインドフルネスが見直されているのかという中で、今、ね、水を飲むときにどうしますかという話でね、ラベリングをするというのが一般的に、ね、講習会で行われてますよね。これどういうのかというと、人間の頭って先ほども言ったように8割方ね、余計なこと考えている場合が多いと。それを今ここにある瞬間に集中させるために、今自分のやってることを、集計するんですね。で例えばこうね、ボトル持ち上げる持ち上げる、右手上げられる、右手つかむつかむ、ボトルの蓋を開ける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 っていうふうに意識してきますよね。で、左手、ボトルを運ぶ運ぶ運ぶ、で、水を口に含む含む、味わう味わう、ね、喉に通す通すというような形でラベリングをすると。でこれを、することによって、余計なことを考えるよりは、今目の前にあることを意識的にするというような訓練をすることが多いです。で大体そういうところには講習会でまず最初こうやりますよね。そこら辺はスリランカではお坊さんの世界でも同じですよね。いつも自分がなるべく集中してやることに自分の心をかけてやってくださいっていうのは、まあ、ジョサブ仏教の教えで、まあ、スリランカ仏教だけでなくジョサブ仏教の教えで、何をしても集中してやって、寝るときも、まあ、ちゃんとしたマインドフルネスで寝てくださいっていう、まあ、朝起きた時から寝る時までの全てが、まあ、やる時マインドフルネスでやってくださいという指導があります、仏教の中では。ありがとうございます。そうなんですね。まあ、私が今言ってるのは、こういうふうにペットボトルを持って水を飲むという行為も、こういうふうにラベリングして中継することによって意識を向ける、そして、命の一部になることに関して感謝を意識してまた行動するという、これを座禅組んだりとか、歩く瞑想しているとか、そういった時じゃなくて日常的に常にやるというような訓練を行います。ある意味毎日四五六時中心の筋トレをやっているようなものですね。でこれをずっとやってますね。で今日は分かりやすい、ね、ものを少しだけ皆さんにということで、先ほどのものを食べたり、飲んだりする時の瞑想ですよね。だから箸とかありますね。箸を、下ろす下ろす下ろす、掴む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 、口に運ぶ運ぶ運ぶ、
入れる入れる入れる。味わう味わう味わう。飲み込む飲み込む。足を離す離す離す。右手を下ろす下ろす。みたいな、そんな風にですね、ラベリングをすることによって煩悩というか余計なノイズを減らすといった瞑想もあります。であとは先ほど言った歩く瞑想ですよね。歩く瞑想はもう朝起きたらやりますね、必ずね。私もね最低30分やってました。あれは長い方がいいんですね。やりますか一緒に。あ、僕はじゃあやりましょうね。歩く瞑想に関してはサクマンバーワナといって、バーワナっていうのは瞑想なんですけれども、足をね、こう集中してですね、例えばこれ右足上げる上げる上げる、ね、進む進む進む、下ろす下ろす下ろす、左足上げる上げる上げる、進む進む進む、下ろす下ろすっていうことを意識して、行ったり来たりするというような瞑想になります。実際その姿を写真に撮ったものがあるんで見てもらいましょう。これですね、チャンドラール先生の妹さんが出てきますけれども、ちょっと待ってくださいね。はい、共有します。はい、この画像になります。ね、これで行き来するというかね、この、まあ、大体3メーターか5メーターぐらいの距離をね、行ったり来たりすることをずっと繰り返す。で足元の動きに注目するというような感じになっています。最初はね、シンプルに一足あたり3つに分けるぐらいでやりますよね。で、だんだん難しくなると5つに分けたりしますね。で、それがまた高度になってくると足の裏のかかとからね、つま先にかかる重力まで意識して、認識するというね、それでゆっくりゆっくりスローモーションで歩いていくというような瞑想です。ちょっとやってみましょうかね。サクマンバーワン。どうしたらいいのかな。そこの方に出てった方がいいかな。そこ大丈夫ですか。共有画面は。あ、共有画面消します。はい。前のはい、オフにします。ここを変えましょうね。入れますか。あ、サックスの。大体ですね。私は師匠と一緒に向かい合って、こうやってすれ違う感じで、右足上げて、上げて、これ、意識の心の中で上げましょう。こっちの前の問題。あ、はい。これはですね、心の中で、隣ですけども、右足上げられる、進む進む、進む進む、左足上げられる、進む進む進む、こういうふうに、ずっと、朝日から1時間ぐらいやっていきます。皆さん、家で、こんな感じで、家で持っていくっていう日が、そういう、動画でできたりします。でこれ僕は今早めにやりますけども、スローモーでやるような場合もありますね。で、これにはまだこの足だけじゃなくて呼吸をね、意識したりする複数で意識するというふうに言って、もう一つが世界はね、問題でじゃないけども、例えば、まず、水、風、大地という、まあ、足の、動きとともに、乾燥しながら、思い浮かべながら、それを捉えていくことなんですね。アートを、という、ワール、アートを、アートを、
を絡み合わせて、ネットしながら、理解していくような気持ちですけども、これが、パスマンバーバーといって、歩きになります。音がほとんど、こういう部分に、パフォーマンス。じゃあ、はい、すみません、なんか音があまり拾えてないということだったんでもう一回お話しますけれども、4つの世界の、ね、元素と合わせて4つの動き、足の動きということで、アポ、テージュ、ワーユ、パタウィということを、異なりながら繰り返す、要するに水、火、風、大地というふうにしてですね、自分の動きと連動させるっていうような瞑想方法もあります。最初はまず自分の足の動きだけをね、まず右足上げる、進む、つく、左足上げる、進む、つく、これだけで左右でやっていく。でそれを、30分から1時間やるというのが集中力を高める上では非常にいいかもしれませんね。これをサクマンバーワナといって、歩く瞑想です。比較的、お坊さんたちは朝早くね1時間ぐらいやってたりしますよね。でその後、ブッダの仏像の前で座りながらブッダヌセッティバーワナというのをやります。でこれって何なのかというと、仏像があってその仏像を見本にして自分の姿勢を整えます。でボディースキャンをしたりしますね。じゃあちょっとその実例をやってみましょう。音がちょっと途切れてしまうので、どうしようかな。またそこに座りますんで、これ持ってった方がいいですね。持ってって大丈夫ですか。音が消えないようにしましょう。はい。これ大丈夫、入ってます私。先ほどサナットさんの先生の座り方がいろいろあったと思うんですけれども、日本人はねいろいろ座り方、あぐらをかいたりするとかいろいろあると思う。結果不座とか半可不座とかあるんですけれども、座り心地がいいやつでいいと思いますね。あまり形にこだわると集中できなくなってしまいますので、ね、こういうふうに自分の座り心地のいいような形で、あと座布団を使う場合がありますね、日本の方はね。私はまあ半カフェ座でやる方が慣れてますので、ね、こういうふうにやってます。で、まあ、こうやって自分の姿勢をこうね、探って、一番いい場所を探りますよね。で、ある本とかね、ある講習では30度ぐらいこう傾けて、なんか重力を確かめながら、居心地のいい場所とかいうふうに言ってますけども、まあ、そういう場合もありますが、まあ、私の場合は揺らしながら、調整していきます。で左手を下にして右手を上にする形で乗せます。まあ、これどこでもどちらでもいいです。好きなようにやって構いません。アーナパーナサティと言って、先ほどもよく出てくるんですけどね、超速と言いますよね。息を整えるっていう、ね、でこれはダライラマさんがまあ、ギャグで言っていたんですけれども、外人の方が、外人というかね、西洋人の方が瞑想しやすいんじゃないかと、鼻の先を見ればいいんだよという言い方をして指導なさった時もありましたね。で鼻の動きをこう、ね、鼻に空気が入っている動きを見て、ね、スースースー出る出るというふうに息の動きを鼻に限ってこういうふうに集中します。これをまず7回から10回やってみましょうかね。
はい、まあ、大体これぐらいで気持ちが収まると思います。よくね、これいろんなところで使われているものです、ね、で、鼻 の呼吸だけに注目する方法とお腹に注目する方法がありますね。で、お腹に注目する方法っていうのは横隔膜のあたりにありますね。で、吸うと膨らむ吐くと縮む。で、これうちの学生に教えたときはね、あれ先生お腹がへこんだりするからなんか逆じゃないのっていう意見もありましたけど、そういう場合はじゃあお腹が縮む膨らむでもいいよ、難しく考えないんだねという。だから腹式をちょっと見ていく、まあ、ここら辺見ると縮む、ね、膨らむ、吸えば膨らむ、吐けばね縮むというふうになります。まあ、これを、7回から10回繰り返す、セットで繰り返すと非常に落ち着く。で、あとは仏像とかあるとかね、そうすると宗教的になってしまうので、嫌だという方は例えば鏡とかを前にして自分の姿を、そうすると自分の姿勢とかが分かりますよ。で、なんとなく自分の姿勢を直しながらこうね、スキャンして頭の上、耳、目のあたり、頬、口のあたり、首、両肩、胸、両腕、そしてすね、とか、手、腹、足、こういうふうにですね、まず一回こうスキャンして、で、そうすると、例えば腕が痒いなとか、ちょっとあざができて痛いなとかね、そういったものも含めてボディチェックをしていきます。1分ぐらいかけて、ね、頭から下、そして下から上と、やってみるといいと思います。はい、じゃあこんな風にやってみます。で、もう一つまた今できることで一つあるのが五感を使いましょうということで、まず、まあ、大体半目にするんですけれども、半目にして目を見つめてみることからね、まず目は何を感じているのかっていうものを意識します。その次にね、耳、何聞こえてるの、今これなんか空調の音聞こえてますね、キリキリキリとかね、そういったもので一番遠くの音を探したりとかして、耳を、ね、使ってみます。そして何の匂いがしてるのか、まあ、ここはなんかまだあれだ、新しい建物なのか、少し内装の匂いがしますね、そういったものを感じたりする。で、下は普通は上の方に当ててですね、乾かないようにするので、まあ、唾が出たりします。で、唾を感じたりする、唾の味を感じたりするとかして、味覚を試す。そして、食感、ね、何が触ってるのかな、この辺りが当たってたりとかするし、お尻の辺りに重力がね、その感じを見たりする。で、これを繰り返すんですね、目と鼻と耳と口と、食感ということを繰り返して、何回もやります。で、僕らは1回あたりというかね、一瞬一瞬は1
一つの意識で一つしか大体処理できない部分があります。慣れないと。そこら辺をだから繰り返すことで何回も何回も繰り返していくといったようなことをします。で、余裕が出てくるとね、先ほどおっしゃったようにね、マイツリーパーは慈悲の瞑想。まさに日本語訳しては、スママサーラちょうどね、結構日本語訳してうまくやってますけどね、その私が幸せであります。私のことね、私の悩み苦しみがなくなりますよ。私の願い事が叶いますよ。私に悟りの光がありますよ、ね。これが宗教書っぽくなるんですけど、これ言いたいのは、正しい見方ができますようにって訳した方がいいですよね。だからそういうような意味ですね。私に正しい見方ができますよ。要するに、ファクトフルネスな状態になりますようにということになります。そういったことを、まず私、そして、自分の身近な人たちを思い浮かべ繰り返す。そして生きとし生けるものが、というふうに思いますね。で、その3段階が終わったら、次は自分の心、要するに怒りと欲の葛藤になります。これは何かというと、嫌いな人、自分が嫌いな人が幸せでありますようにと。ね、あと願い、悲しみ。ね、願いが叶って悩み苦しみがなくなりますようにと。そして、ね、悟りの光がその人が正しく生きますようにというふうに瞑想します。で、最後は一番これが、ね、やりづらいのが自分で何もコントロールできない私を嫌っている人がとなりますね。そういったふうにして瞑想を繰り返して、心の鍛錬、筋トレをしていく。これが大体 の簡単なものです。はい、ということでした。わかりやすかったですか、田村先生。うん、はい、ですね、私もレジュメをね、少し用意しましたので、残り時間があと7分ほどですかね。結構時間取りましたね。で、せっかくなのでレジュメを作ったので、それを共有したいと思います。もう今日はあまり紹介する時間がなくなっちゃったんですけれども、あら、またティラックさん出てますね。基本的には簡単に私は、ね、学生たちに言うときは集中と観察だよって言います。で、モンテッソーリ教育の最近映画やってますよね。あれでもね、集中現象っていうのが出てきましたよね。この子どもたちがね、最初学ぶのは集中すること、そして観察して真似ることである、この繰り返しであると一緒ですね、それをやるわけですね。で、ちょっと分かりやすい言葉で私は今書こうと思って、難しいね、安寧って書いてね、ね、難しいですね、ダメですね、落ち着くってことですねマインドフルネスね、安寧ね、そして哀れですってね、アウェアネスっていうような気づきですね。で、これって、ね、簡単に日本語でやると、まず緩める、体を緩めるね、その次見つめるというふうになります。これが集中です。で、最近の子供たちに言うときね、分かりやすいのは鬼滅の刃です。全集中、鼻の呼吸って言うんです。面白くないさすぎてますけどね、分からないですかね。そういうアニメーションがあって、日本でね。で、全集中、腹の呼吸、お腹の呼吸ってやると、あっというふうに、子供たちがそう言うと分かってくるっていうね。で、もう一つ、観察瞑想ですね。分析すること、コンテンプレーションという、ね、流れと、あとコンパッション、これが慈悲の瞑想になってきますけれども、自分を分析して、こう高める、ね、自分の中を分析した、まず自分のことを高めるわけですね。自分がどういう役割を果たすべきか、どういう運命なのかとかね、自分のやるべきこととか、そして、言葉にもならないけれども、とりあえず自分の身を委ねるということ、こういったことを観察瞑想を使っ
使ってやります。まあ、これが4つの大きな流れだと思います。で、私はいろいろ宗教学を研究しているものですから、こういうふうに細かくなってしまうとね、チベット仏教の流れとかを見るとですね、7つのチャクラを開くっていうね、で先ほどの座ってるやつも頭から分析しなくて、下からなんですね、お尻の穴からというか、否定部、股間の方からチャクラが7つあるっていうのを開いていくっていうイメージをするんですね。で頭の上にエネルギーが抜けるみたいなイメージをしていく瞑想とかあります。まあ、あと、サマタ瞑想っていうのは、日本に来るとね、マカシカンって言って、ね、座禅の一つになってたりしますし、あと、まあ、呼吸瞑想、髄速感っていうのね、とか、よくね、地獄だら、人間界だら、畜生道だとか、仏教でやってるもの、あれをイメージしていきます。で、ありがたいっていうことをね、だからこそ今できることをやりましょうと。で、ヴィパッサナになると、これはこれ、難しいですね。第1から第13の知恵があって、ね、ナーマ・ルーパと分けていってってね、生まれては消えていくという、ねものを観察するとかします。例えば、雨が、ね、降ってきて、水たまりにね、水がこうパシャーンと、入っていって、それで波紋が広がりますよね、波がね。そういうのが、生まれては消えていく、生まれては消えていくっていうのを瞑想したりするんですよね。そうやって、あらゆるものが生まれては消えていく。この声もそうですよね。この声も発しては消えていくというね。だから、この世の中は全てよるべないものだというのを瞑想するんですね。で、これを極めていくみたいなことになります。それができると、ソタッパーニャになったり、ヨルカっていうんですけど、ソタッパーニャになったり、アナガーミになったり、サタガーミになったり、でアラハンというね、修行の悟りの地に行くっていうような、プロセスを経るとなります。もうここで難しいので、省きますね。で先ほどやったのが、サクマンバーワナ、歩く瞑想、ね。で、こう足に集中するというのは、集中する瞑想ですから、サマタなんですね。ところが、ヴィパッサナーって、先ほどの世界とこうね、外の方にも意識を向けて、同時にできるようになるとヴィパッサナと融合していくんですね。で、サマタ集中してからヴィパッサナ観察の方に持っていくっていうのが一般的なんですけど、慣れてくるといきなり観察に行く人もいるという話ですよね。であとはブッダのセッティバーワナっていうのは、まあ、ボディスキャンしたりシックスセンスのチェックをしてみたりとか、まあ、これはちょっと私が師匠が結構やってたんでその真似をしてるだけですけど、あとはマイツリーバーワナ慈悲の瞑想をやったりするというふうになります。先ほどやった鼻の呼吸、全集中鼻の呼吸と鼻の呼吸ね、あと五感を集中してみるということもできますよね。これで体を緩める、ね、で仏像を使うとやりやすかったりするということで仏教では仏像を使う。そして心を見つめる、特に仏教の3つの毒があります。それは本人知と言っていて、欲と怒りと愚かさになります。で、その自分の心を見つめる。なんで怒ってんの？今日とかね。だから今日今、ね、自分の心を見つめるんですね。カカカカしてるかなとか。で、その怒ってる自分がいたら怒ってる自分がいるよっていうのを素直に受け止める。怒らせないようにするというのは逆効果になります。あとは嫉妬してる嫉妬してるとかね。あったらそれを認めるということをします。でこういったものを心の観察をする。そして、原因があるから結果があるというね、ことも瞑想したりしますけども、ここまでになると話が長くなるので、省略します。まあ、例えばこれを見てね、花がある、赤くて綺麗だな、ね、これ好きだな、この花好きだな、そして行動に起こす、ね、これを積みたいな、それが執着につながる、これが苦しみにつながるというのを瞑想していくんですね。例えば分かりやすいのが異性ですね。例えば男の子の場合、女の子がいたら、あの子僕のタイプで美しいな、この子と一緒に付き合いたい、この子話したくない、でも人間と思う通りいかないで苦しむと、そういう仕組みをこういうふうに鼻から瞑想したりします。
執着はなぜできるのか。だから最初美しいとか見にくいって個人個人によって違いますよね。そういったものにとらわれないようにする訓練をするんですね。で先ほどあとこの高めるね、全ては世界とつながっている呼吸と感想を同時に意識するアポテージュワーユパタリンってね、これを繰り返すね、こういうふうに繰り返します。アポテージュワーユパタリンっていうね、こんなふうにイメージしていくっていうね。あとは生命感覚を高める瞑想でアサババーワーナとやりまして、死体の状態を思い浮かべて、自分が死んだらどうなるのっていうのを思い浮かべたり、あとはマラナーヌサティバーワナっていうのがありまして、32の体にこう分ける。でチャンドラル先生と僕は喧嘩してるとします。ね、このーとかなってるとしますよね。例えばね、そしたらケーサールーマーナカダンタタチュータチューダンタナカルーマーケーサって唱えるんですよね。要するにチャンドラ先生っていう存在はね、髪の毛と体毛と爪と歯、皮膚じゃん。それで構成されてるんだから、その人に何で怒ってるの、その物体にと。そして怒りを和らげるっていうね、怒ってる意味ないじゃんみたいなね。そうすると溺愛したりとか憎悪っていうのがなくなっていくみたいになりますね。まあ、こんな感じで、もう実際これお寺に飾られてたものです。これで瞑想したりします。これが食堂に飾られてるんですよ。日本の方だとちょっと食材これを見ながら食べるっていうのはきついかもしれませんがね、こういうのもありますね。こういうね、体への執着をなくすっていう。あとはもう自分の好きなところに行って、例えば今ここの空間にいますけれども、電車の中で揺られてね、バスの中とかいて心がぐさぐさした時とかは、自分の一番行きたい場所に、心身を委ねたい場所に移動して、瞑想している自分を瞑想するということもすると心が穏やかになるでしょうね。こういった方法もあります。だから瞑想は心の筋トレで、日々の短い時間でも続けることが大切ですよということで、集中する力から五感と心でバランスよく観察してくださいねということが言えるかと思います。ということで、ここまでやると長くなるんで、仏教の話になるんで今日はこれだけにしておいた方がいいですね。ということで、司会者がこんな喋ったら良くないので、今日はこれだけにさせていただきます。ありがとうございました。じゃあ、マイクをとりあえず茶原先生戻しましょうね。いいですか。総括お願いしていいですかね。ちょっと、切りますあれを、共有を切ります。はい、もう時間にもなりましたが、非常に私が最初に概要だけ紹介しましたが、その後はダムセリさんから、スリランカの活用方法、仏教のに基づいたその活用方法分かりやすく説明してくれて、それからドクターサナッマハビターナゲさんがスリランカでどうやって実践しているのかということ、それを広めるためにどういうふうな活動をしているのかということを紹介してくれました。最後に須藤さんが実践的にこのワークショップという感じで、いろんな方法があります。自分たちに合うような形でいろんな時間帯でできるということを非常に分かりやすくまた説明してくれましたので、今日は一番、はい、マインドフルネスの、この時間は非常に、有意義的な時間になったと思います。残念ながら、参加者からの質問などを受け入れる時間がなくなりましたね。どうしましょう。2人ぐらい、大丈夫ですね。はい、じゃあそしたら、はい、すぐ消さないで、もうちょっと、せっかくなので、ぜひ、ご質問のある方、手を挙げて、
質問に移り質疑等に、移りたいと思います。よろしくお願いします。内容ですね。勝手に一人にでもちょっと発言してもらいたいと思って、今ここを見えたのはアキラ藤本さんいらっしゃいますか。おります。今日の感想でも実は2番目のダンマシリさんの指導をしているというか、おこがましいんですけど、広島大学で一緒に活動していまして、さてどんな発表するのかなと思ったら、とってもいい発表でありがとうございました。おかげさまで分かりやすく勉強になりました。先生方もありがとうございます。今日ちょっと恥ずかしいんですけど参加させていただきました。ありがとうございました。ついでにもう一つ言わせてください。龍子が、私の家内がサティパーサーラーすごく関心があって、今日3番目の先生がおっしゃっていたので非常に感動いたしました。ありがとうございました。日本でも頑張るようにします。お世話になりました。映ってるはずなんだけど、ね、あれいないね。どれを？左の三角。映ってないよ。私いなくなっちゃったね。まあこれで、ありがとうございます。許してください。汗かいてます。あれどうなったんだろうね。ミュートにならない。Dr. Sanat, do you have any opinion or any impression? Can you translate that into English? Yes. Yeah. Can you translate that into English? Okay. Is there a question or something, or if it is so, you can can you translate that into English? There were not many questions. There were some comments. Okay. Yeah. Right. If you have any comments to add. So unfortunately, I did not understand much of the discussion. Yes. But I was able to understand at least 60% of what is presented by Venerable Theros, because of the PowerPoint presentation and the similarities in the context. So I totally agree with what Venerable Theros presented.
And the minor comment that I have to add is mindfulness is a way of life. It is the way we can live. If you can be mindful throughout the day without getting into mechanical way or autopilot mode, you will be very happy and peaceful and contented. Yeah. あまり、話の内容が分からなかったようですが、もちろん、佐野先生が日本語分からないので、私がチャットの中で、英語に訳して、送りましたけど、まあ、短くして省略して送ったんですけど、それだけで不十分でしたと思いますが、本当に、いい機会でしたということで、パワーポイントなどを使っていたおかげで大体、分かりましたが、皆さんにもできる限り、マインドフルネスを日々、練習して、いけるように、声をかけておきたいんですね。機械的に、動くではなくて意識的に動くということを心に入れていただければ、今日のセミナーが成功になったと思います。思います。はい、ありがとうございました。はい。はい、それでは今日の沖縄大学、地域研究所と一緒に、この沖縄スリランカ友好協会とそれから、日本スリランカ次世代育成サポート NPO 団体ですね、その団体が共同で主催して、また留銀の国際火災団の助成金を受けてこういうふうにダンマシリさんとかも、沖縄に呼ぶことができて、この、セミナーは実施できましたので、皆さんに感謝しています。今日参加した皆さん遠いところからこういうふうにリモートで参加して関心を示したことにまた感謝します。これで協力した皆さんに感謝しながら今日のセミナーを終了したいと、ちょっと時間をオーバーしましたが今日のセミナーを終了したいと思います。ありがとうございます。誰？ああ、はい。